どうもアグと、はい、エビプールでアグプールラジオですよろしくお願いします。はい、という感じでね、今週も、アグプールラジオ始まりましたということで、まだね、知らない人もいると思うので、自己紹介からやりたいと思います。アグです、よろしくお願いします。はい、エビプルです、よろしくお願いします。はい、でまあね、この2人で、一応ヒバの、プロとして活動させていただいてるんですけど、まあ、このアグプルラジオはね、まあちょっとヒバにまつわる話だったり、まあ、競技心の話とか、毎週火曜木曜、のどっちかで、週1本交互に、出してるんで、まあ、よければね、過去のやつも見てってください。はい、っていう感じでね、今回はねちょっとねスペシャルな回ということで、まずは早速 ね、まず挨拶はこの辺にしといて、はい、じゃあ次の本題入っていきましょう。はい、はい、はい、ということでね、じゃあ早速、一つ目の議題入っていきたいと思います。はい、初めてのスペシャルゲスト、テラさんにお越しいただきました。こんばんは、テラさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますっていう感じでね、まあ、ちょっとね、テラさん、顔が、ちょっと出せないということで、まあ、今回ね、この文字のカタカナでテラって書いてる文字だけでちょっと皆さん、ご了承くださいって感じなんですけど、まあ、今回ね、呼んだ経緯といたしましては、まあ、皆さんも多分自分らの配信とか動画見てる方ならわかる通り、第1回のね、世界大会予選、まあ、アジア地域、北アジア予選で、自分に勝って見事優勝されたということで、まあこのね競技シーンも取り上げていく上で、まあ、一番最初のゲストにふさわしいの誰だってなったら、まあ、テラさんでよくねってなったんで、テラさんちょっとお声掛けして、お声掛けさせていただいて呼びました。どうすかテラさん、ちょっとアグプラジオ出演した気持ちは。嬉しいですね。プロの方々に囲まれて。いやいや、あなたも元プロ。あの、一応テラさんの自己紹介からまずやってもらっていいですか。軽くでいいんで、まあ、名前と、まあ、名前は分かりますけど、なんか過去の経歴とかあれば。テラです。EJ リーグとか昔よく出てて、 FIFA19 の EJ リーグベスト8行ってましたね、オフラインで。 そうですね、その後もベスト4までは一応行きました。はい、プロもちょっとやってたんですけど、まああんまりその時期活動しなかったんで、まあほぼやってないようなもんなんですけど、その後はまあ少しずつやってる感じですね。はい、で一応無課金で今回優勝したんですよね。はい、はい、ということで無課金の星です。いや本当にすごいよ、本当に。まあこんな感じで、まあテラさん一応、まあ、自分から補足しておくと、まあ今言ったようにEJ リーグとか結構その FIFA の競技シーンではちょいちょい多分見てる方、 FIFA の競技シーン見てる方だったら知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、あとプロクラブのね結構やってますもんね。そうですね、プロクラブの方がやってるかもしれないですね。プロクラブ勢の人とかね多分知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあそのテラさんですね、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。という感じで、まあ何話すかは正直聞いてないんですけど、聞いてないで決めてないんですけど、まあ決まってないね。うん、まあまったりじっくりいろいろ、まあ今回の大会とか話していけたらいいなと思ってまして、どうですか率直に優勝した気持ちは。まあ素直に嬉しいですね。まさか優勝できるなんて思ってなかったんで。あ、やっぱ思ってなかったんですか。まあ、うん、まあでも自信はありましたけど、そのエリート隊とかで結構戦績良かったんで、はい、あとレンタルが使えるっていう部分でスカッとさがないのが一番でかかったですね。普段だから DR でやってるスカッとよりもDR でやってるスカッとで戦績良くて、じゃあこれよりレンタルでね強い選手使えたらワンチャンいけんじゃねぐらいの。ああ、そうですね、そんな感じです。ね、はい、なるほど。いやでも俺もまさか優勝するとは思ってなくて、テラさん。いや、なんかその俺らの周りの人たちとかが誰かしらが優勝するんだろうなって、普段練習してるやつら中から優勝者とか、まあここ数年ずっとそうだったから、まさかね日本人でテラさんが優勝するなんて俺も思ってなかったし、
いや、もう本当おめでとうございます。ありがとうございます。普通に今回、日本人のレベルが高かったです、総じて。まあそうっすね。まあ今回初めて大会参加した人とかもいるし、まあそもそもアジア圏ではもう日本人がぶっちぎって強いんで、言うたら。だからもともとまあ強いっていうのはあるっちゃあるんですけど。まあ今回、ベスト8が日本人7人。7人だね。1人、ルイだけ、香港の。そう、香港のプレイヤー1人と。だから、類稀に見る日本人の快進撃だった、大会。ここまで多いことはなかった、過去。ベスト8で半、その半分占めるとか。あれだろうね、レンタルが使えてスカット差がなくなってっていうところで、多分その日本人、普段出てない人のモチベーションも、まあ、いつもより高くて、っていうところからも、多分結果に出たのかなって感じはするよ。そうやね。うん。で、まあ、テラスさん、俺ら、その、一試合ずつ振り返り、喋りで振り返ってたんで、言ったんですよ。前回のエピ会で。はい、まあ、なんで、今回ちょっと、テラスさんもね、一試合ずつ、自分の試合、こう、きつかった試合とか、なんか喋りたいことはあると思うんで、なんか、こう、どうすか、まず初日スイスグル、スイス、ん?スイスドロー、ん?うん。スイス式の。スイス、ね、スイスステージね。そう。の、初戦から、相手誰だっ見れます今試合誰と戦ったか俺ちょっと覚えてなくて覚えてないですかあいつ見ますよ初戦も覚えてないですか誰だったか初戦はなんかいや日本人じゃなかったですよねちょっと待ってねブラケットスイステラさんは初戦勝ちました?初戦勝ちましたね。勝ったなら青く光ってる。あ、HK 剣だ。HK 剣か。あ、てか、テラさん自分でゴール集作ってなかったっけ?いや、作ってましたけど、その対戦点まではみたいな。なるほど、なるほど。HK 剣です。初戦、10対5だね。うん、10対5。余裕。どういう試合なんですか?そうですね。そこでかなり流れ作れたのはありますね。ファーストレグ何対何やったんですか?ファーストレグ何対何でしたっけ?いや、知らないっす、それは。ファーストレグまでは見れないけど、俺、テラさんのやつ結構見たけど、6対2とかじゃなかったっけな。あ、じゃあ結構もう、あれか、初戦。初戦で大差つけてたような。なるほどね。確認。ファーストレグ見ようじゃ、俺が。あ、ファーストレグは5対2っすね。ああ。5対2、違う、5対3だ。5対3です。あ、違う、6対、ん ?6 対3だな。いや、なんか今回、なんかその全部、先制されるってことがほぼあんまりなくて。はいはいはい。自分の戦い方的にも、その、1点取ったらかなり有利になるんで、それでもうずっとなんか、それが安定感を生んだのかなって思います。一応この HK 剣は昔からそのグローバルシリーズの大会出てる、まあ、香港で言うなら結構名前はあるプレイヤーですけどね。ああ、でもエリート隊でも結構やりますよね。え、当たります香港のプレイヤーと。あ、当たりました。テラさん、香港サーバーでプレイしてるもしかしたら。一応香港人は香港サーバーで日本人と別なんで、普段当たんないんですよ。じゃあ違う人かな、なんか似てるような。多分違う人っすね。これ彼、香港人のプレイヤーで、香港サーバーで多分普段 DR とかやってるから、多分俺らとは当たんないと思う。たまにね、そのサーバー飛ばされて試合しちゃうこととかはありますけど、まあ、ほぼほぼないと思うんで、多分別人かと思う。まあ、この HK 剣さんは、あれか、その、初戦で結構大差つけれたのがでかかったんですかね。そうですね。2試合目もじゃあ香港じゃないですか、香港の方。そうですね。13対1で勝ってますね、2戦目は。いや、また。なんかファーストレグ結構点取って、はいはいはい。なんか、それで、なんか、セカンドレグ、相手のホームで、なんか、香港サーバーでやってきたんですよ。え?ダイレクトじゃなくて。俺、気づかなくて、はいはい、香港サーバーでやっちゃって、めちゃくちゃ。でもまあ、でも、いや、まあ、かなり操作違うなとは思いましたけど。いや、それは重いっすよ、香港サーバーで。でもまあまあ、それでも勝てたんで、よかったですね。でも、ファーストリーグで結構これ13対1だから、結構な大差ついてた感じですか?いや、それ多分、しかも相手間違えてるんですよね。なんかその入力を。
ファーストレグが7対なんかで、7対1かな。で、セカンドレグが6対0みたいな感じだったんですよ。よかったっすね、それ。香港、それ、試合行っちゃったら、あの、同意したっていうのほら、最初出てくるじゃないですか、対戦モードで。いや、そうですね。同意しますか、まあ、拒否、みたいな。全然慣れてなかった。あれ、OK をして、もしそのまま試合90分やっちゃったら、それ、普通にその結果反映されちゃうんで、よかったっすね。よかったっす。そこも、終わってから気づいて。そんな中で、第3試合が、そろそろ日本人で、3試合勝ちました。分かってる。ゴールドボール74。ま、香港人かな、また。香港人。いや、多分日本人ですか。日本の方で。ゴールドボール多分香港人じゃない。いや、日本語でしたよ、やりとり。日本人の方で。え、リーダー多分俺のこと、多分知ってましたよ、なんか。マジっすか。え、誰だ、ゴールドボールみたいな人。いないけど。なんかディスコの名前は、あれ、さこまるさんだったんですけど。ああでも、あの、名前は、ポパイさんでしたね。はい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 。なるほど。さこまるさんだ、それ、多分。なるほど。さこまるさん、こんな、こんな ID でしょ。いや、わかんないですけど、多分 ID バレないようにしたんじゃないですか、知らんけど。あ、じゃあ、やべえ、言っちゃった。ここ勝つんじゃない、さすがに。サイト見たらわかるんで、サイト見たらわかるんで言うて。サイトとリーダーボード照らし合わせたら多分、どうせバレるんで。でも、ディスコとかの名前まで出ます。出ます、出ます。サイトに。ああ、そうなんだ。出ますよ。サコマルさんやったんや、ゴールドボール。いや、まあ、やけに強いなとは思ってたんで。なるほど。で、2対6。ここ落としてたら、使ったっすね。2対6、どんな試合だったんですか。いや、どんな試合、いや、でも、硬かったような印象はありますね。全然点取れなくて。なるほど。確か、坂本さんって5バック使ってなかったっけ。普通にめちゃめちゃ上手くて、いや、ここ落としたらめっちゃきついなっていうのあったんで、試合中。3試合目ですしね。俺3試合目で落としちゃったんですよ、俺。あ、結構大事ですよね、3試合目。そうっす。誰、どなたに負けたんですか。え、ナホです。あの画面止められました。あ、延長まで行って延長115分に決められて負けてブチ切れてました。だからそういった部分では結構運が良かったかもしれないですね。そういうなんかラグとか一切なかったんで、そういうのは。はいはいはい、いいな。マッチングが良かったな、私を考えると。もういやだから試合中っていうか、まあ今大会通してそのストレスみたいなのはなかったですね。イライラすることも全くなかったし。それは大事。マッチング運、まあその言って誰と当たっても変わらんとは思いますけど、まあその言ってほら避けたいじゃないですか、日本のトッププロ勢とかは。それはそうですね、もちろん。だって誰かしらが毎回優勝してるんで、その辺の。その優勝したことあるやつとかには当たりたくない。で、香港人ならほらルイとかジーザスとかその名前が売れてる選手とはやりたくないみたいな、なんかあるじゃないですか。まあ、それこそね、ナオとかでもやりたくないし。でも次ナスリさんでしたよ、俺。多分4試合目。あ、そうだ。で、4試合目がナスリに、何対何だ。結構2対5っつったよね。あ、え、どうでしたな。ちょっといっぱいかましてやってください、この回。ちょっとかましてやってください。ザコでしたって言っちゃっていいっすよ。いやいや、俺ほとんど負けてるんで。マジで、初めて勝ったレベルのような感じなんで。え、フォーメはずっと4-2-2-2でやってたんですか。もう全部そうですね。あ、もう何も変えず。自分の戦い方を押し付ける感じで。ああ、なるほど。はい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 、はい。いいっすね、それ。え、で、ナスリとの試合は、どうだったんですか、やってる感じ。結構、なんか、運も良かったかな。なんか、最初に、なんかポン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 点取れて、でファーストレグが 4-1 かな。でそれでもかなり有利に3点リードでセカンドレグいったんか。でもあいつ取ってきますからね、3点ぐらいなら。いや、そうそうそう、それがあるから。もうめちゃめちゃ慎重にやりましたね。なる、結構回して、3点ぐらいなら全然返されるなと思ってたんで、うん、そう、もうずっとポジションしながら常に空いてるところ探して、もう丁寧にやってました。なるほど。で2対5勝利。いや、これでかかったんじゃないですか、この4試合目勝ったの。いや、そこでもう、あれ、デイツー見えました。ちょっと歯見せちゃったんだ、そこで。歯ぐき出てました。歯ぐき出てるやん。じゃあ、まあ5試合目が、ルイか。
ルイと5対3、ね、しっかり勝ってるね。勝ってますね。この試合はどうだったんですか？それも同じですね。もうずっとこっちのペースのままずっと最後まで、うん、最初に点取れてみたいな感じですかね。この試合も先制点だったんですね。確か、まあ、一応ルイっていうのはそのね、あの香港で結構 FIFA だと強い1番2番手ぐらいに強い選手ですね。そういうのを全然知らないからなんかプレッシャーみたいな、逆にね、うん、失うもんないっすもんね、賞味。いや、そう、全然何もないんで。俺ら負けたらもうなんか、ああ、なんか言われる、ああ、みたいな。あるから、まあ、それは確かに挑戦者のメンタルじゃないけど、俺気持ち分かりますね。FIFA20 の、 あのデビューした年、プロデビューした年、最終的にアジアチャンピオンになれた時も、その、ほんと何も背負うもんなかったし、伸び伸びめっちゃやってたっていうのはあったんで。そういうメンタル面、めっちゃ多分上向きだったんでしょう。そうですね。で、6試合目が、あつやさん。あつやだね。あつや、これ負け、負けてる。負けてるな、2対4。うん、これは何でもいい。相性悪いんですよね、普通に。あつやと。ああ。普通に強いんで。ビビライとかでもあんまり勝てないし。いや、俺正直、あつやと、テラさん似てんなって思ったんですよ、大会で俺。ああ、そうですね。戦い方はめちゃくちゃ似てると思います。ボール大事にしながら。うん、縦も切ってくるのめちゃくちゃ早いし、うん、もうパスコースの読みがすごい丁寧で。うん、しかもなんか、めちゃくちゃやりづらい。俺がやってて感じるのは、なんかワンオンだけど、プロクラブ勢のなんか特有のなんかこう、バイタル付近でフラスラ上げてきたりとか。あの、俺に決めた点あったじゃないですか、あの、なんかハーランドが。ああ、はい。ハランドかな、違う。R9 が、なぜか俺のバランに競り勝って、ハランドが決めたみたいな、ファーストレグで決勝。なんか、ああいうプレーって、なんか、やんないんですよ。普通のワンオンのプレーだったら。ただ、プロクラブってほら、あそこ AI じゃなくて、人が抜けていくから通るじゃないですか、フラスル。そうですね。だから、そういうパス、バクチパスっていうか、そういうのなんか、アツヤも、テラさんも結構やってくるから、なんか似てんな、二人と思ってます。いや、多分似てることをやられると人間なんか苦手意識持つらしいんで、そこじゃないですか。まあでも敦也さんは本当に似てると思いますですよね。プレースとなんか豆さんとか敦也とか寺さんとか似てんだよね、やっぱプロクラブやってる人の攻めって。なんか俺はそう思う、通ずるものがある。なんか長い低弾道パスとか結構出すイメージあるかな、松也さんも、寺さんも。なんか意識してません？なんかカーソル合ってなかったら低弾道出すこの寺さん。ああ、やりがちですね。でもなんかアプデで通らなくなった印象なんで。おっと。今大会はあんまりやってないかな。なるほど。やってないんだ。まあじゃあ、松也戦負けたけど、まあもうこれ突破決まってますね。決まってるからね。で、7試合目が、ガルニーだね、ルイス。ルイス・ガルシアさん。ガルシア、はい、ああ、もうめちゃめちゃ強かったですね。でも2対7っすよ。たまたま2対7。いやいや、それは。もうあれか、ジョージ・プレスで最後。そう、点取ってたら、はいはいはい、どんどんかけてきて、開いていくみたいな。はいはいはい、多分その形ですね。なるほど。それが本当に1点どっかで点取られてたら、もう全然負けもありました、そこ。どういう感じだったんですか、ガルニー。あ、もう、なんか、ワッチさんに似てるかな、なんか。ああ、まあ、はい、一緒になんかやっ、一緒にやってる、練習やって、ずっとフレマしてるからね、ワッチとガルニー。なんか、縦にうまいみたいな。どうやって勝ったんですか、その縦に行かれるやつ、どうやって勝てばいいんですか。それ、苦戦してる人もね、これ見てる中でいると思うんで、視聴者の方で。とりあえず、縦に来るやつに勝つ。まあ、そうですね、とにかく縦を切る。裏をとにかく警戒するしかないですよねって。頭とかオーバーランとか。でも本当に前に入られないようにするっていう、はい、でもワッチさんとか別にそれやってても普通に抜けられちゃうんで。俺も知りたいぐらいですね。加速すごいからな。一瞬ジョッキーであの中サイバーで中一瞬寄っちゃったらもう行かれますもん、ね。いや、そう、ティザースでもう勝て抜かれます、ね。マジで今作。俺だから今週のいい件マジで94のバペでひたすらサイドを徒競走して折り返すだけで20連勝したから、
あ、これ強いわって思ったもん。しかもあれ警戒されながらたまに中にロールしてきたりストレーフしてきたりするから、そこがすごい上手いんだよね本当に。この2人はこのなんかタイミングが上手。まあ点取るしかないと、つまり勝つには。そうですね。で点取ってもうゆっくり回しながら相手が突っ込んできたところをいなしながらみたいな。じゃあボールは結構持った方がいいと。いやもう攻め合いだったら多分負けちゃうんで、そういう点の取り、うん、殺しに行く感じする試合だったら。そうですね、そんな感じかな。で一応これでスイスドロー7試合終わって次の日って感じですね。かなりいいイメージのままデイ2はいけましたね。うん、まあ、ほぼほぼ結構余裕持ってる、なんか厳しい試合がまあ敦也戦以外はなかったのかなってぐらいの、その、うん、勝敗だけ見る順当だね。結構、うん、2位だしね、普通にその6勝1敗の中でも2位3位ワッチさんが3位で4位が海老原か。俺8位にいるわ。この順位意味わからんけどね、勝負何がどうなってこの順位になってるかわかんないけど、まあ、こんな感じでデイ2に行ったという感じですね。はい、はい、ということで、2日目の、ノックアウトステージの話に入っていきたいと思うんですけど、まあ、寺田さん初戦はあれですよね、順位が高かったんで初戦は免除で。そうですね、待ち時間あったと思うんですよ、1時間僕のその高い場が終わるまで、はい、何して過ごしてました？その11時に試合キックオフで初戦免除で12時からってなって何してました？とりあえずご飯食べて敦也さんと振りましたか。ああ知ってたんだ。試合だけ鬼のように募集してたから相手にいないからこいつと思って試合だけしましたね。ワンマッチか。でその時も負けたんですよね。ああじゃあ相性悪いんだ。あしかもあれか、上と下の山だからあれか、言うて決勝まで当たんないからちょっといい感じ。あそうなるほど。でまあそれで12時になって相手が次ナポリ勝ったジャック、うん、一応5対2ですけど、この試合はどうやったんですか？いや、きつかったですね。数字だけ見れば5対2だけど、もう途中、ってかまあ、ファーストレグの前半、一番最初のシュートがなんか、若干赤で、発してて、で、それ決められたら多分、負けてたかな、もう。寺さんそれぐらい。先制点取れば勝てると。今勝てる可能性は高い。俺、決勝先制点取ってんだけど。まあまあまあ、あじゃあこの5対2には最後またあのジョージプレスで最後来てみたいな感じだったんですか？いや結構5バックでなんか引いてたかな、なんか。ああそう、違う、そんなに点差開いた理由はその最後もう残り10分でこうポンポンポンって入っちゃったパターンのやつなんで。ああそうですね、そうですね、最後の、はいはい、うん、まあ、大体 それまでは、うん、1点差とかだったかな。はいはい。で次がジャックに勝ちの、ワッチさん。え、これ、昨日もしてたよな、これ、この試合。昨日というか、その、初日でもやってましたよね、6試合目で。5試合目か、6試合目。7試合目か。あれ？いや、それ、ルイス。ああ、そっかそっか。俺、かぶんだよね、そこ2人が。いや、まあまあ、いけるから、ね、そんなことは。ワッチさん、どうでした？ワッチさんも苦手ではあるんですよね、その縦速いし、縦ゴリゴリ系の、はい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 、褒められないやつだから、なんかそれもなんかクロスがなんかずれるじゃないですか、速いやつ使ってると。はいはいはい。それで助けられた部分もありますかね。結果的には6対2ですけど、これはファーストレグ何対何やったんですか？ファーストレグ2-0かな、2-0-4-2かな。ああ、なるほど、なるほど。だから、ずっと、まあ余裕ではないですけど、心の、まあ心に余裕はありました。常にじゃあ2、3点はリードある状態でずっと試合で。そうですね。大体、そう、どの試合もそうかな。結構リードしてる状態でパス回しながら、やっぱ強いじゃないですか、そのポジション、後ろで回されてのサイドチェンジとか。プレスいけないですからね。どうやっても止められないんで、サイドチェンジは。はいはい。そこで有利を作れるのはでかいですね。で6対2で勝利ということで、決勝が上の山で上がってきた
俺との試合と。飛ばします、ここは。まあ、あのロナウドの緑が入ってればっていう。いや、そう、あれ、マニキーしてましたよね、ファーストレグ。俺が先制点取って、その後、立て続けにチャンス作って、あの、ロナウド、R9 で、あの、ニアにグリーンでポスト直撃して、ああ、はい。あれ、マニキーファーにしてましたよね、テラファーの後ろにしてましたね。ですよね、してましたよね。あれなんで入んないんすかあれ。だからあれじゃないですか、開けたから逆にゴールが広すぎて外したんですか。何言ってんだこの人。いやあれがまさか運命の分かれ道になるとは思わなくて俺も。だからあれ決めれなかったから、そう、あれ決めれなかったから、あの最後の、正直俺あの点不運だと思ってるんですよ、ファーストレグで。まあまあそれは確かにあるかもしれない。あれも通ったらラッキーぐらいで多分出したと思うんですよね。フラスル、チョン・フラスル、あの R9 へのチョン・フラスルで落としてハーランド決めたやつ。そうですね。 あれ最初ゴロで通そうかなと思ったけど、なんか近くになんか選手がいたのかな、なんかそれで切ってました、絶対通んねえなと思ったんで。そうですね、フラスにとっさにやって、でとっさに落としたって感じですか。はい、イメージしたわけではないですね。だからですよ、あれ、あ、いけちゃったみたいな。まあでもあの形で点取ることは結構あったんで、多分それが。あ、じゃあまあ狙いの形ではあったってことですね。うん、意図せずでありますけど。うん、あれで、あれでセカンドレグ、その後2点決められて、ジョージプレスやって、1点差に迫るも最後も回されて、試合終了って感じ。マジで悔しかったんですよね、あの時。まあ、こんな感じでね、ノックアウトステージの話はね、一旦終わろうかなと思うんですけど、うん、あれ、その戦術とか、そのツイートしてたじゃないですか。ビルドアップの研究と守備の研究でここまで来れましたって、ドラ顔で書いてたじゃないですか。これ、あんま見えないでしょ。いや、そう、その研究って何したのかなって知りたい人たくさんいると思うんですよ。だからそれをちょっとここで、まあ来週どうせ俺と対戦するかもしれないですけど、ここでこう教えてもらえたらなと思うんですけど、何の研究したんですか、ビルドアップの研究。まあ大々的に研究とは言ってますけど、まあだから自分の動画を見返すことですよね、一番は。自分の選手がどういう風に動いてるかっていう。あ、それ見て、とにかく、そうですね、それを、動きの研究ですよね。だから自分がサイドバックが持ってる時に、ボランチと、そのキャムがどういう動きをしてどういうもらい方をするのかとか、この指示とこの PA の進入と幅だったらこの動きするなとか。そうですね、そういうところを理解しながら、うん、なるほど。え、フォメはなんで4-2-2-2に至ったんですか。ん、自分結構4-4-2派なんですけど、今作はなんかちょっと距離が遠いかなって。まああと守備も不安だったんですよね、4-4には空きやすいんで、その、うん、チームですからね。ボランチの間、うん、が空きやすくて。あと C、うん、CDM の方はあるじゃないですか、44にカッコリの。はいはい。あれはダメなんですか。いや、442でやるんだったらそっちの方が絶対いいですね。ボランチ、CDM の方がいいと思います。うん、やっぱそのセンターバックと CDM のところが広いと、そこに通されて、そこでスキルムーブやられてみたいなのが結構あるんで。じゃあ422のやっぱ442カッコ2と422の違いって、あのキャムかあの LMRM かじゃないですか。そうですね。でキャムの方がやっぱ良かったですか、フェードキャムの方が。そうですね、攻撃ってよりはまあ守備の面でやっぱり中閉じてると CDM もなんかそんなに開かないし、うん、結構守備をどんどん下げながらあれだったんですね。442じゃなくて422やったんですね。そうですね、どんどん下げながら守備するんで。はいはい、そのプレスバックしてましたね。キャムを下げたときに反対側のキャムがそのいい位置に戻ってくるっていうので、うんうん、4-2-2 にしてましたね。なるほど。なんか 4-2-2 のそのキャムって、まあ、ちょっと狭いからサイドチェンジしたときになんかサイドバックに対してそのキャムが、はい、キャムがそのなんだろう、カバーしきれないっていうイメージが自分はあるんですけど、うん、基本的にあれですか、もうサイバーは捨ててっていうか中をもう切ることだけ考えてって感じで守備してたんですか。
いや、サイバーはそうですね。でもまあサイバーに来た時はキャムですかね、絶対。キャムかセンターフォワード、どっちかが当たりに行きますね。サイドバックかボランチでは基本的には当たりに行かないですかね。でもサイドチェンジされて、なんかサイドバックが上がってきた時に、もう本当になんか足りないっていうか、まあ戻りが甘い時はボランチですぐに当たりに行かないと、そこでどん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 崩されちゃうんで。で、サイド、そのボランチを寄せた時は、そのサイ、反対側のボランチを、はいはい、その元いたその当たりに行ったボランチのところに戻すようにはしてましたね。じゃないと枚数で本当に足りなくなるんで、多分スライドさせるってことっすよね、普通に。あ、そうですね、自力でスライドさせていく。多分俺らは理解できてるけど、これ見てる人は何の話してるんだこいつだってなってる頭の中で俺らはね想像できるけど、すいません、じゃあ見てる人で想像できない人もいいかもしれないですけど、まあそんな感じっていう。あと俺守備の話でするなら、俺俺結構昔動画でも何回も紹介したことあるんですけど、あのチープレー、相手の深い位置だから相手が敵陣でディフェンダーでボール回し始めた時とか、捉えた直後、寺さんがだから押し込んで攻撃したけど点取れませんでした、敵がセンターバックサイドバックとかでボール回し始めましたの時、チープレー結構使ってたでしょ。ああ、使ってますね。いや、あれ守備の研究のうちの一部なんかなと思って。まあ、俺よく動画とかでも紹介してるんですよ、チープレー。キックオフ時にもチープレー入れましょうとか昔やってたし。ああ、はい。あれはなんでその使おうと思ったんですか、チープレー。まあ一番点になりやすいからですかね、ショートカウンター。ロスト後っていう選択肢もあるじゃないですか。ラスト後は厳しいかな。リスクありすぎまして。まあ、そうっすよね。うん。いや、ちょっと前のアペデ前だったら全然ありだったんですけど。でしてからなんか結構厳しい。いや、待って、普通に厳しかったんですよね。ロスト後結構剥がされるんで。まあ、自分も相手してて別にきつくはないんで。うん、いや、だから、その、とっさに来るチープレ、マジでうざいなって感じで、俺自分結構やるタイプなんですよね、あれ。はい。だから、あれ使ってくる人でも、まあんまいないんですよ。あ、そうですか。いないですね。あ、まあ、でも確かにいないかも。だから、その、普段というか、その、試合通してロスト後とか出しチャンスじゃないのに、いきなりチープレで取った後、よし、回そうと思って。で、俺、4、3、2、1で入ってたんですけど、寺さんとの対戦。はい、あ、そうでしたね。うん。そうで、ディフェンダーでボール回し始めて、一回ボランチ経由して、で、サイドバック片方上げてるじゃないですか、うん、俺。左サイドバック。で、その左サイドバック、あ、わかんなかったですか？わかんない。言わんとよかった。まあ上げてて、そのだからディフェンダー3枚とアンカーになるんですよ。ビルドアップが。はいはいはい、ああ、なるほど。で、はけ口に俺、サイドバック上がってるフリーになってるやつをこう回してて展開してっていうパターンしようとしたら、そこで一旦とりあえずそのサイバー上がるまで待ってる時に、いきなりブワーチープレイ来て、なんやこいつと思いながら。なんで今かけてくんねん、チープレイと思って。え、なんかそのチープレかけるタイミングとかってあったりするんですか？まあカウンターされにくい時、もう自分のめっちゃ押し込んでる、完全に揃ってる、うん、完全に揃ってる時とか、相手の体勢が悪い時とか、相手の陣形が整ってない、そこをかけやすいですよね。ええー。かけてきてたから、あ、テラスさんこれ、俺の動画見たんかな、すかおめえ。その時。俺知らんかったわ。あ、嘘、俺やってるよ、動画で結構。アグじゃなくて、テラさんが使ってるの。いや、俺テラさんの配信見てみたらやってたんや。チープレは結構使いますね。チープレかけとるやろなと思って、見てみたら案の定チームプレスペッて入ってたから、ああ、やっぱやってたんだ。それ取れんかったときは外すんですか、すぐ。ある程度回され出したら外しますよね、うん、体感。そうですね、うん、そうですね。はいはい、それでもうどんどんまた下げて。うん、はいはいはい。だからあれ、言うてスタミナに影響あんまないっすもんね。あんぐらいかけるだけだったら。そうですね。でもなんかチームプレスなんかできなくなりますよ、なんかやりすぎると。ああ、まあ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 、結構ありますね、そういう時もなんかできなくなるみたいな、かけすぎて、あれですよね、まあまあ、押し込まれた時のチープレの話ですか。ああ、そうです、そうです。あ、はいはい、そうだから前線で回されてる時にそのチープレ使いすぎて、いざこう押し込まれた時にあのチープレのゲージ回復してなくて横されちゃうみたいな。そうそう、はいはいはい、そういうこと。あのリスクはあるね、あのチープレ横防ぎが流行してから。あれ知ってました、ちなみに。
あれは知ってましたね。あの、ジェイが動画にする前に知ってました。ああ、うん、知ってました、あれは。あ、知ってた。存在を知ってた。でも、自分はあんまり使わないんですよ。あ、使わないんすか。結構、うん、結構なんかあれ、あそこのサイドで持たれた時にボランチ経由されるとなんかすごい飽きやすいなっていうイメージだ。まあ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 、あります。まあ、その1対1の状況にはなりやすいですね。あのセンター横横にはめちゃくちゃ強いですけど、剥がされた後は後ろ縦がきつい、あれは正直、うん、そうそう、俺もちょっときついなって感じてるもん、あれだからやめようかなってちょっと考えて。まあ要は使いどころやとは思うけど、ね、うん、そうですね、完全に枚数が揃っててセンターバックがいいところいるんだったら全然ありです、まあ、守備の話ばっかりになっちゃったけど、そのビルドアップの研究の方はどうやったんですか。いや、あれはまあ研究もないもない。あれはまあ結構スペインとかイメージ受けましたね、影響は受けましたね。あー、ワールドカップのリアルサッカーから来るものを自分なりにゲームで、あ、そうですね、前橋育英とか。あ、3人目の、はいはいはい、3人目のそう受けてのイメージかなり意識してましたね。高校サッカー見るか。俺高校サッカー見ないんで。普段何見てるんですか、サッカー。プレミアとかですか。あ、いや結構いろんな見ますよ自分。めっちゃ見るタイプですか、サッカー。あ、結構見ますね。あ、やっぱそうですよね。まあそんな感じでね、あれなんですけど、コミュニティシリーズもその次の日あったじゃないですか。はい。あの、コミュニティシリーズで、ありがとうございます。あ、いや。まあその、コミュニティシリーズでも決勝、その自分とテラさんの決勝だったじゃないですか。はい。で、俺、絶対サッカー見てるな、この人って感じたシーンがあって。はい。PK 戦になったじゃないですか。あの、バペの、まあ、ロスタイムの奇跡で、あのそもそもあのバペで俺が追いついたロスタイムの90分プラス 3分、まあ、あれ意味わかんないけど、あれの、まあ、あれ意味わかんない、まあ、一旦それを置いといて、あれのバペ左飛んだでしょ、テラさん。ああ、飛びましたか、はい、だから俺あのワールドカップのバペの PK 見てたんかなと思って、俺だからバペ で、 あ、でもバペはそれはめちゃくちゃありましたね。ですよね。だからバペのイメージはあった、うん、あれはとっさに飛んじゃう。だからサッカー見てる人なら左飛ぶって思って俺右蹴ったんですよ、あれ。あれはとっさに飛んじゃいましたね、確かに。ですよね。でその後、まあ延長戦もやって PK 戦までもつれたじゃないですか、はい、PK 戦、まあ真ん中3本連続蹴って、で最後5本目かな、あ、じゃあ4本目か、俺が止めたやつ、あのダイクで左蹴ったでしょ、4本目。ああ、はいはい、あれほらリバプールのカラバオカ FA 杯のあのチェルシー相手にケパ相手にやった、あの左に寄ってるケパ相手にダイクが左に蹴った時あったじゃないですか、ドヤ顔で。はいはい、あ、まあもちろんそれはしてますけど、でもあの時は違いましたね。あ、違いますか。俺もうそれ読みでしか、それ読みでしか俺飛んでなかった。もちろんそれは知ってますけど、いや、なんかその1個前の戦いでジャックンさんとの戦いの時に、右で、ダイクで決めてるんですよね。ああ。で、それの、それの勝手に、うん、勝手にイメージがあって、それで左に蹴って。右蹴ったから次左蹴ろうみたいな。うん、そうですね。自分の中で勝手に思っちゃいました。なんかいい感じに噛み合ってよかったわ。で、最後俺がまたバペで右上決めて、バペ。だから、テラさんまたもう一回左飛んだから。俺完全にこの人、サッカーめっちゃ見て、するタイプかな。だからラモスで PK 蹴るとき絶対パネンかけてくるタイプやろみたいな思ってて、なるほど、まあ、たまたまだったっていうことですね、あれは。そこはたまたまですね。なるほど、すいません。いやいやいや、何の話してんだよマジで。いや、ちょっとサッカー見てる話の延長だよ。まあビルドアップの話か。だからまあリアルサッカーから結構吸収して、それをゲームで活かして、でそれのまたプレイを自分で見返してっていうのをずっと繰り返してって感じですかね、ビルドアップ。そうですね。だからクロスとかも全然しないですし、なんか俺テラさん見てて思ったのが、めちゃくちゃサイドバックの使い方うまいなって思って見てたんですけど、サイバーめちゃくちゃ意識してませんでした、はい、ビルドアップ。サイバーめちゃくちゃ意識してます。その運べるやつとかじゃないと無理ですね、自分は。ウォーカーとカプテビラでしたっけ。いや、ダロトじゃない。あ、じゃあ、ダロトとカプテビラか。
あれ、ウォーカーじゃない理由は、まあ、コインの部分もあるかもしれないですけど。いや、まあまあ。ダルト強いっすか？あいつ、いいですね。めちゃめちゃ。あいついいですね。総合高いですよね。いや、高いっすね。うん、高い。え、ウォーカー使いました？ちなみに。ウォーカーは使ってないです。使えないか。使えないです。あ、けど多分合わないと思うよ。絶対。あ、まあでもそれはあるかもしれないですね。うん、だから最初ハキミと迷ったんですよね。ああ、そうでしょうね。だから守備考えたらハキミより絶対ダルトですよね。そうですね。そこでダルト。攻撃に、なんだろう、攻撃重視したいならハキミだけど、バランス取ったら攻撃も守備もできるダルトの方がいいですね。そうです。いや、最初ワンビサカの。ああ、はい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 。止まって、でも変えるからこっちにしたんですよね。当初17万ぐらいだったんで。なるほど。そうだから、あそこのサイドバックで縦行くか、中、まあ、まあ、持つか、ちょっとキープするかで剥がして、ま、真ん中当てて、アジャイルでかわして、サイド展開して、またアジャイルでかわして、戻して縦みたいなのをめっちゃ意識してたように感じたんですけど、やっぱ意識はしてました？アジャイルして。まさにその通りですね。4-2-2と、フォーメーション上、その真ん中が、熱くないじゃないですか、3人いるわけでもないし、うん、だからサイドバックとか使わないと攻撃まずできないんで、うん、そうっすよね。そこを上げて上げつつボランチ使いつつですね。しかもあのゴール前のさ、俺たまにやってて思ったけど、やあれ崩しすぎになりがちになりません？ああ、あの打てるシーンまで横パスするとき、俺だから最近テラさん意識して DR とか やったりしてたんですよ。よし研究するぞとか言ってみんなでナスリとかとよし今日も研究だとか言ってもう今みんなで4-2-2とかやってるんですけど、まああれなんか崩しすぎる時ありますね、あの戦い方。めちゃくちゃありますよ。ですよね。だから俺との試合でも何回かあったもん。いや打たれたら終わってたみたいな、うん、いやそう、自分でも打てばよかったっていうのはありますね。あれむずいっすよね、あの案内。でもまあ、打っても入んねえだろうなっていうのが、うん、あるから。ものだと思うんですけど。だから、縦行きすぎる人は縦じゃなくて、いや、横行けたなって時も縦行っちゃう時とか、と似てるような感じですよ。そうですね。どうしても最後、崩し切りたい欲がなんか、いや、わかる。わかる。多分、プロクラブやってる人とかは、あの、わかる。出てた。その戦い方は。俺も昔はあんなんだったんだよ、俺も。今はもう、なんか、面白みのない、なんか。何も考えずに縦行ってるからな。いやでもまあドリブルはね、俺も武器だから、気持ちはめっちゃ分かった。あの、あそこ崩しきって、はい、横出しても決めるだけみたいな。気持ちは分かるけど。まあ、あれは今後の課題っすね、お互い。そうですね。いや、まあ、それは永遠の。打てるときは打ちましょう、お互い。そんな感じですかね。なんかありますか、大会じゃあ振り返って、コミュニティシリーズと FGS 振り返って、テラスさん、あれうーんですね、うーん、いや優勝準優勝じゃないですか、お揃いじゃないですか俺と。まあでもまあ、うん、今後も頑張っていきたいとか。そうですね、せっかくシーズン1取れたんで、シーズン2からも頑張っていきたいですけどね。あ、そういえばあのあれは知ってます、あのシーズン2も、まあ、いい結果残せれば海外大会招待されるって話。ああ、聞きました、マメさんに。あ、はいはいはい、それももしシーズン2も結果出せたらそのまま海外も行ってみたいなって感じなんですか。そうですね、いけるのか、予定さえ合えば、はい、そうですよね、予定さえ合えばじゃなくて、でも多分あれ出てしまったなら多分強制的に行かないとダメなんじゃないか。うん、そうなんだ、わかんないけど、多分ルール的にはあのだからコミュニティシリーズみたいなもんだよ、あのオフライン大会勝ち進んだら絶対に出れることみたいな、最初のあの規約に書いてある、あ基本的には、ね、まあでも次勝ちますけどね。まだ全然わかんないですからね、今後のことは、うん、言うて全然わからんし、この環境だとね、正直スイスで
今回の、まあ、ベスト8とか7人が敗れることもありえそうな感じだからね、それぐらい差が埋まってるというか、だから今ここにベスト4、2位、1位、シーズン1の結果で言うなら、うん、いるから、まあ、俺らは追われる立場になる側だから、頑張らないといけない ね、 ね。これ見てるプロ勢は、こいつらってなってるから、絶対あ。見てたらね、そうだね。コミュニティシリーズもね、まあ来週またね、オフライン予選はあるけど、言ってコミュニティシリーズも、まあ、エビはちょっとコミュニティシリーズあれとか、ベスト8。あ、はい。来いよお前オフラインまで待ってたのに俺ベスト4で、すいません、ユーミにやられました。何でしかもユーミに負けるってまたなんか余計腹立つやろ一番ムカつくねあいつに負けるのがユーミと仲いいんすかテラさん。あ、めちゃくちゃ仲いいっすよ。めちゃくちゃ仲いいんだ。どうですかユーミ、昔から仲いい。うざいっすか。いや、戦いづらいです。戦いづらいいや、同じような感じじゃないですか、ユーミンさんも。まあまあまあ。丁寧に活はしてきて。え、でもあいつ、俺らと試合するとき、めっちゃ格好つけるんですよ。なんか、うまぶってくるんですよ。いいとこ見せたいってなんかなって、格好つけてくるんですよ。なんか、コミュニティシリーズもなんか、俺、普通にやってたら、なんか、ユーミンが自滅してくれたみたいな感じだったの。あの、ベスト4の試合が。だから、まあ、寺さんたちには、なんか、あれなんだ。かっこつけしてないんだ、あいつ。してないですね。代表の時とかで2オン組むんすよ、俺ら。ああ、はい。そう、今、代表、アグ、マメ、ユーミ、ナイストリじゃないですか。はい。2オンで組んで、相方とかやってる時、めちゃくちゃ、なんか、意味わからんロストの仕方とか連発したりするんですよ、ね。で、みんなで、みんなから、あ、またかっこつけてるみたいな。突っ込まれて、いや、もうしょぼんってなってる、ずっと。まあ、そんな感じ、ことがあったり。はい、まあ、そんな感じですね。何ユーミンの話で終わり。いや、じゃあ、もう、次の大会、コミュニティシリーズあるんで、コミュニティシリーズの、じゃあ、抱負、最後に聞いていいですか。抱負、オフライン。そうですね。久々じゃないですか、オフライン大会出てくるの。確かに、オフラインだね。まあ、一応でもこの前、福島 の、 あのプロクラブのやつは行きましたけど、あれ、まあ、大会ワンオンでは、まあ、うん、そうですね、久々。いつ以来ですか、それこそ2019の DJ 以来じゃないですか。オフライン。そうですね、あの時以来かな。ですよね。だからそれ以来、だって言うても、ほら、世界大会行けた人、もしくは、去年の EJ リーグでベスト8以上行った人しか、多分オフラインは経験できてないから。うん、2019年で、ね、じゃあ2回目ですかね、オフラインでの試合。そうですね。意気込み、じゃあちょっと最後お願いしていいですか。結構もう他全員プロなんで、もうこれは自分がチャレンジャーの気持ちで全員倒せるよう頑張ります。あざっす、俺が倒しますまあ決勝で会いたいですね、多分別の山なんで。うん、そうだね。もうずっと俺らで決勝をやるみたいなシーズンにしましょう。できるといいですね。一応じゃあ今後のシーズン2の以降の今後の活動のね、意気込みも、まあ、せっかくゲストで来られたんで、まあ、自分の売名でもいいですし、なんかこう最後話したいことあればどうぞ。そうですね、せっかくシーズン1取れたんで、今後もまあ、多分無課金でやると思うんで、ここからレンタルバンバン使って自分のサッカー貫いて頑張りますんで、応援よろしくお願いします。 YouTube とか始めたっていうか、投稿されてますよね。いや、あー、ゴールシューとかはたまに出してますけど、今後も出してください、ぜひ。ああいうのみんな喜ぶと思うんでカスタムセンス動画とか時間があったら作ります。一応じゃあ、YouTube の、YouTube のチャンネル、貼っときますよ、概要欄に。あ、ありがとうございます。まあ、ぜひね、皆さん、テラさんのね、その、優勝したゴール集とか、あるんで、まあ、そのゴール集の、あれ貼ってるんで、よかったらね、テラさんの方のチャンネル、登録していただいて、もらえると嬉しいです。はい。じゃあ、そんな感じですかね。エビからはない、なんか、最後、テラさんに。いや、本当
優勝おめでとうございますっていうことと、ございます。まあ、来週というか、今週か、コミュニティシリーズもあるので。まあ僕、アグよりもテラさんの方を応援してるんで。なんで相方やから、はい。頑張ってください。頑張ってくださいということで。はい。以上です。はい。じゃあそんな感じで、テラさん本当に、じゃあシーズン1優勝おめでとうございます。ありがとうございます。またコミュニティシリーズでね、バチバチやり合いましょう。あとシーズン2以降もバチバチやり合いましょう。そうですね。ぜひお願いします。はい。お願いします。っていう感じでね、今回のアグプールラジオ。はい、ちょっと特別編というか、恒例のベストカードとか、あ、テラさんのベストカード最後に聞く。あ、そうだね。うん、そう、それでいいじゃない、テラさんのベストカード、うん。今週のベストカードって言って、自分たち毎週その週に使って良かった選手とか、なんか注目選手とか、お互い発表してるんですよ。はい。で、それちょっと今回俺らの分なしで、テラさんのベストカード、今一番使って良かった選手の何でもいいんで、一番思い入れある選手が何でもいいんで、好きな選手でも何でもいいんで。北アジア大会とコミュニティシリーズ通して一番こう良かった選手とか、なんか印象に残ってる選手がいれば。もう何でもいいんで、その一枚、なんかこう、今ちょっと発表してもらえませんか。いや、正直もう決めきれないぐらい全員が良くて、一枚でもまあ、強いて言うなら。あ、待て今週のテラさんのベストカードはうるさいな。レンタルキーハンラー、キンハーランドです。確かに。いや、すいません、噛んじゃって。いや、全然いいっすよ。確かに。言いにくいです、こいつは。撮ってたね。だからシティファンなんですか？あのロゴもシティになってましたよね。まあ、いや、あれはたまたま変えといただけで。シティファンではないですね。まあ、好きでは、いや、好きではあります。あ、好きなんですか。一応あの、はい、シティファン、日本のシティファン代表してるんで。なるほど。キンハーランドね。いや、もう素で能力が高すぎる。スプリント94あるし、フィジカルも93あるし、もうあれですよ。でも寺さんだけ使ってたの。寺さんだけでしたよ、キンハーランド使ってたの。そうだね。一番最初にもらえるやつだからね、あれ。俺もサブハーランド、あ、でもセルロート来たじゃないですか、TOTW の。あっちの方が能力はキンハーランドより強そうじゃないですか。そうですね、まあ使ってみて、強かったら変えるのもありですけど、でもやっぱりこういうやつって、なんか、もともとのボディとか、もともとの能力、そういうのは結構大事で、うん、やっぱ無名の本当に能力強い人とかよりは、まあまあまあ、モブ感ありますもんね。セルロートはモブだね。でもだからハーランド、うん、使うかな今後も。寺さんの、一番の選手は、金レンタルハーランドっていうことで。じゃあこんな感じで、今回のアグプラジオ、特別編終わりにしたいと思います。よければね、はい、まだの方はぜひチャンネル登録と、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。という感じで、じゃあ今回寺さんありがとうございました。すいません、ふわふわしちゃってありがとうございます。全然大丈夫です。また優勝してきてください。いや、もう俺が優勝するから、いや、ジレンマ。はい、頑張ってください。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。はい、バイバーイ。言えます。あ、全員いなくなった。